お船のフリーランス女子レディーオー。今日も始まりました、お船のフリーランス女子レディーオー。ラジオ沖縄ポッドキャストから全国に配信しております。この番組は沖縄で女性の自由で楽しく新しい働き方を実践しているフリーランスコミュニティお船沖縄フリーランスウィメンズネットワークによる女性の自分らしい生き方発見レディーオです。この番組のパーソナリティを務めます、お船船長の少々です。お船の副船長しゅんこです。本日のオープニングトーク、イエーイ、どん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 、はい、はい、暑いですね暑いですね毎日ね、はい、そうですね、梅雨明けした沖縄ですが、うん、まあもうすぐ夏休みですね。ですね、いいですね、はい、そうですね、いいですね、子供たちはね、うん、子供たちはいいんですよ、1ヶ月も休みであれ、なんか少々さんはちょっとウキウキしてない感じですが、そうですね、はい、やっぱ夏休みの間仕事をどうするかっていうのがやっぱりこのフリーランスのね、うん、人たち一番悩むところですよね。そうなんですよね、まあ、なんかある程度大きくなってるともうなんか一人で、ね、うん、部活に行ったりなんかどっか行ったり友達と出かけたりするからいいんだろうけど、なんかこのうちのこの小学校低学年ぐらいのね、はい、子供がいるお家は夏休みどうしようかなって皆さん思ってるんじゃないかなと、はい、うん、思うんですけど、皆さんどうですか？はい、ちなみに夏休みはどれぐらいあるんですか、うん、期間的に言うと、ね、多分結構学校にもよると思うんですけど、うんうん、なんか2期生が入って学校2期生の学校だと多分7月末から8月の子、まあ多分ちょっと早めに学校が始まる1週間とかぐらい早めに始まる感じじゃないかなと思うんですけど、多分3学期生だと8月末までとかの感じじゃないかな、1週間ぐらい多分そこ差があるんじゃないかなと思うんですけど、うちの子供が通ってるとか2期生なので、うんうん、あれですね、ちょっと1週ぐらい早く終わる、まあ、その代わり秋休みっていうね、はい、また一週間ぐらいのこの小出しにされる感じですね、休みがまたそうそう、ちょっと小出し小出しで出てくる感じなんですけどね、でもそうなんですよ、そうなるとじゃあ1ヶ月は夏休みとしてはあるって感じですよね、うん、そうですね、丸々1ヶ月ぐらいある感じで、うんうん、ねえ、うちは学童も入れてないのでずっと家にいることになるんですけど、うん、ねえ、どうするんですか、ねえ、どうしよう、本当にどうしたらいいの本当に、ラジオをお聞きの皆さん誰か教えてください、本当に私はどうしたらいいでしょうかいやいや、これも本当に悩んでますよね本当に悩んでます、私はどうしたらいいんですか、皆さん私はどうしたらいいんですか、助けてください助けてください、 いや本当にそうそう、でも、うん、なんかちょっと私も1週間ぐらい休みを取って、うんうん、まあなんかどっかに行こうかなってちょっと迷ってて、あ、なんか旅行とかでですか、いや、なんかせっかくフリーランスなんで、うんうん、ちょっと初めての子連れワーケーションにこう挑戦しようかなと。おお、あ、めっちゃいいですね。あ、良さそう。やったことない、うん。はい、あ、そうそうそう。ちょっと挑戦してみようかなと思って。まあでもやっぱワーケーション行くとなると、うん、やっぱこのまあ1週間とかぐらいの期間だとして、うんうん、まあなんだろうな。まあ、7日行くんだったら5日ぐらい、まあ平日ぐらいはちょっと仕事日中やって、うん、で例えばまあ土日ぐらいのところで遊んで帰ってくるみたいな感じだと思うんですけど、あ、まあ、その平日の仕事をする間はじゃあ子供はどうするのかっていう問題がやはりありまして、そうそう、でなんかいろいろ調べてるんですけど、うん、まあ、なんか結構地方とかだと、まあ、
国内だったらなんか結構自治体がなんか今ワーケーション結構頑張ってる地域とかがあって、うん、なんかこの親子で来てで子供をなんかこうアクティビティとかに参加させてる間に親は仕事をするみたいな、うん、なんか結構モニタープランみたいなのがあったりして、へー、そう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 、だ行くまでの交通費とかはお金かかるけど、うんうん、まあ、向こうまで行ったらなんか全部全行程タダとか、すごいみたいな、まあ、あの参加者限定だけど何名何組みたいな感じでモニターだから、うんうんうん、そう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 、だからがあったりとかして、ちょっとなんかそういうのをいろいろ実は調べたりして応募してみようかなとか、はい、これじゃもうこれは県外ってことですか、うん、県外県外、うん、めっちゃいい、まあ、日本国内ね、でもなんか海外とかもいいなと思って、近場の海外とかなんかないかなって探してるんですけどね、うんうん、ちょっと海外は全然見つからないっていうか私には分からない誰か誰か教えて、ね、誰か教えて誰か助けて点々といろんなとこ行ったことある人絶対いると思うんでね、ね、うん、うん、ね、本当やっぱ海外とかに興味があって、まあ、近場でまあなんか物価安いとことか、なんかわかんない、台湾とか、タイとか、まあ、韓国とかタイとかフィリピンとかぐらいまでかな、まあ、マレーシアとか、うんうんうん、なんかまあその辺とかでなんかね、ワーキングはコワーキングの何かを知ってるっていう人ぜひ情報をください、うん、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ということで、うん、じゃあそろそろ本編に入りますか。そうですね、今日もあの、はい、ちょっとトークが面白いと話題の、はい、松林さん、話題の松林さんが、はい、ゲストで、あのすごいあの松林さんのトークが本当に面白いので、うん、ぜひお聞きください、はい、はい、ということで、では今週も始めていきましょう、行きましょう、お船、それではゲストのコーナーです。ゲストはお船から松林のぞみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、ゲストのトークコーナーではゲストの方にキーワードを選んでいただきお話を進めていきます。今週のトークテーマはお船でのお仕事について、どんな仕事実際にやってるのかを松林さんにお伺いします。はい、ありがとうございます、はい、松林さんは結構積極的にお船の中のシェア案件に携わってもらってると思うんですけど、うんうん、はいはい、実際にどんな感じのお仕事をされてるかなんてことを、はいはい、ぜひお話しいただければ。今お船さんに入って、はいはい、結構いろんなプロジェクトが立ち上がっていて、その少々さんとかしんこさんがこのお仕事できる人みたいな感じで、そのアプリ専用のチャットアプリを通して、まあ、あのお仕事情報が、はい、ちょろちょろと立ち上がるんですけども、はい、それを見ながら、あ、自分ちょっと楽しそうだなとかできそうだなっていうのに、まあ、積極的に声というか手を挙げて参加している感じなんですが、一番初めにお船に入って携わった仕事が、あの企業さんの会議に参加して、議事録を取るっていうお仕事が、そのお船さんの中で立ち上がって、はい、あ、はいはいはい、あの、あ、議事録、その要は会話、他社さんのその、何だっけ、その、あ、何だっけ、ミーティングだ、ミーティングを聞いて、エクセル、ワードとかそういうそのパソコンのソフトで打っていくっていう作業だったんですけども、まあ、あれ結構私なんか自分がそのタイピングスピードがめちゃくちゃ速い、まあ、めちゃくちゃ速いというか、まあ、なんとなく自分の中で速いなって思ってやってた、あの思っていたので、ちょっと挑戦しようと思い、その仕事にまずトライしたっていうのがお船の初案件だったので、まさかの在宅ワーカーを目指してお船に入ったのに外に出ました、あのまさかの外に行くっていう、家から出たくない、そう、
そうですね、この交通 ね移動苦手だし家から出たくないのにまさかの初案件はめちゃくちゃ遠かったですもんね。そうですね、割と距離があるやつ、ね、議事録作成は ある場所に行ってその会議をする場所に直接行って、うん、議事録作成するっていう、作業になるんですけど、なんか初めましてって入って、ね、なんかいろいろセッティングして、はい、でいざ会議が始まって、はい、パチパチ打つみたいな、うん、めちゃくちゃ緊張しました。そうですよね、多分結構、まあ、人数的にはそんな 3,4 人ぐらいの、だいたい毎回そういう感じみたいなんですけど、そうですね、うん、まあ、でも初めは緊張しますよね、とてもね、うん、しかも時間が結構長い、拘束時間が長いお仕事でしたよね、うんうん、そうですね、そうです、そうです、うん、だから結構あの時給も良くて拘束時間も長かったので、うん、1日で、うん、あなんかこのぐらい稼げるんだったら嬉しいなっていう、でしかもね、うんうん、そのお仕事に関しては、うんうん、お昼ご飯が食べれるっていうまさかのあのプレゼント付きでそうですね、ランチ付きなんですよね、あれね、ランチが付いてるんですね、はい、なのでそういうあの在宅だけじゃなくて出張というか、うんうん、外の企業さんの、うんうん、まあ、ちょっとしたサポートスタッフみたいなお仕事もあって、うんうん、はい、まああのね、家から出たくないとはいえたまには外に出たいなって思ってたのですごい楽しかったですあ、はい、よかったです。これも毎月ありますね、毎月だいたいある感じ で、うん、これもなんかタイミング合わせて、うん、あのメンバーがね何人かいますもんね、うん、この携わるメンバーが、ね、うん、はい、いるので、あの交代交代で、うん、やってますね、今委託して、はいはい、うん、それがすごい良かったです、はい、このお仕事がまず初めてのお船さんでのお仕事 で、うん、でその後に、はい、メディアサイトでのなんかライターもやれますかとかっていうので募集があって、で私もともとブログとかはやっていたので、うんうん、取材、ま、あの取材交渉して その記事作成で写真撮ってその写真の加工とか、うん、結構あのやることはあの細かく多いんですけども、うんうん、なんかあの元々自分でその記事書くのが好きだとか写真撮るのが好きだとか、うん、でそういう写真のなんだろうサイズ調整とか画像調整が好きな方は、うん、まあ、基本ライターっぽいことが好きな方は、ね、うん、そういう取材依頼もお船を通していただけるので、それもそれですごい面白いなって思いながらちょっとやらせてもらってます、うん、そうですね、ライティングですね、うん、あれですね、ウェブメディア の、はい、あの取材記事を作成っていう感じで、なんか飲食店とかに行って、はい、うん、まあ、美味しいご飯を食べつつ、うんうん、食べつつ、うん、ね食べつつ食べつつ、はい、そうなんですよ、自分でブログで同じようなことやるとうん、自分でお金出してあ、うん、美味しいなって思うお店の写真撮ってブログ書くんですけど、うん、同じことをそのメディアサイトさんでライター登録させていただくと、うんうん、同じことなのに、うん、なんかプラスでお給料が発生するので、うん、なんかさらに自分のモチベーションになるというか、うん、はい、そうですね、まあ、うん、ただねやっぱりあのちゃんとしたあのサイトなので、うんうん、あの構成っていうんですか、その記事のチェックだとか、うんうん、あの文言のなんだろう訂正してくださいとかっていうすごい、うん、あのお仕事としても勉強になりますし、うん、あの自分の実力をさらに磨けるので、うん、本当、うん、仕事としても、うん、まあ、楽しいしすごい勉強になるしって感じですね、うんうん、はい、そうですよね、やっぱあの松林さんはすごいあの船の仕事を積極的に本当やってもらってて、やっぱこのメディアのこのライターのお仕事とかも結構あの細かい構成が向こうからも入ってくるし、で私もちょっと勉強してまあ構成をやったりしてるんですけど、あの本当にこの案件はもうめっちゃ勉強になります、勉強になります、やっぱ個人でブログを書いているものとやっぱりなんだろう求められる質が違うし、うん、でやっぱこういろんな人が見るからこそこの
なんだろう、言葉の使い方だったりとか、うんうん、まあ、その相手がどう捉えるかみたいなものは結構考えて書かなきゃいけない部分がありますもんね、うんうんうん、そうですね。やっぱなんかその辺がやっぱ個人の文章とは違うので、すごい、うん、勉強しつつできてるんですよね、はい、本当に、うん、だから私この仕事、まあ、もう一社の仕事もそうなんですけど、うんうん、家に記者ハンドブックっていうのが、まあ、夫がもともとそういうデザインの仕事とか、うん、その制作をしているので記者ハンドブックっていうのが家に実はあったんですけど、うんうん、その存在を知らなくて、うん、でその要はやっぱりメディアさんだとその漢字はこれを使うとか、うん、この言葉はひらがなにするとか、うん、カタカナにするっていうすごい細かい、うん、なんかそんなバカなみたいなあのなんか餃子あの料理の餃子あの中華料理の餃子がああのメディアだとこの表記じゃないとダメみたいなのがあったりとか、うん、でもそれを多分ねいちいち記者ハンドブックで調べながらやっていくのかと思うと、うん、なんか私の今まで書いてきた文章はメディアには載せれないなっていうでなんかすごい本当に勉強になりました。そうですね、要するにあの新聞基準なんですよね、あの、うん、だから新聞の基準がやっぱりあるから、そう記者ハンドブック、はいはいはい、やっぱね新聞が、うんうん、すごいですね、新聞記者さんってすごいですね。うん、確かに確かに新聞記者の人は多分その辺をちゃんと見て書いてるはずだから、うん、ちなみに餃子の表記は何が正解なんですか？私餃子だと思ってたんですけど餃子なんですよ、うん、あ、伸ばす。へえ、そう、これってカタカナで、カタカナで餃子じゃなくて餃子で、なんか私勝手にうだろうと思ってて餃子ってやってたら餃子ですみたいな感じであの返信というかメッセージが来て、うーん、もうなんか衝撃ですよね。ね、そっか、そうなんだっていう。餃子ね餃子あ、餃子なのね。餃子じゃないのね。ほらもう日本語がほら漢字もひらがなも、はい、カタカナもあるからですよ、うん、本当ですね、日本語超めんどくさいですね、うん、そう超めんどくさい日本人すごいですね本当にそうだね、うんうんうん、英語だったらもう餃子みたいな、ね、餃子で一言で終わるのに、うん、チャイニーズなんとかみたいなそうだね、すごい、いや、うん、日本すごいですね、日本語って大変ですね、日本語って本当難しいね、うん、うんうん、いやもう本当そんな感じで、あともう一社なんかそのメディア系の仕事で、これもまたなんか動画を記事に書き起こすとか、その動画を目をブログ記事に書き起こすみたいなお仕事も、これもすごいいろんなチェックが入りながら、あの楽しく、そしてあの勉強させてもらいながらお仕事してます。やっぱあのお船さんのお仕事ってあのしっかりとした企業さんから案件をいただくので、うん、やはりね、うん、あの提出するクオリティ、まあ、もちろんお仕事なので当たり前なんですけど、うん、やっぱりその企業さんが求めているクオリティと、あとお船が提供できるクオリティをそのちゃんとね、うん、調整しながら、うん、あの作業者はもうそこレベルアップしながら仕事をしているので、うん、なので本当、うん、なんだろう楽しいし稼げるとかってよりかはもうあの、うん、ちゃんと仕事として、うん、なんだろう、家にいながらその、うん、企業さんレベルのお仕事をさせてもらいつつ、しっかりと自分もそのクオリティに向けて、うん、あのなんか食らいつきながら仕事してますって感じです。もう本当に食らいついてます。もうなんか首って言われるまで頑張るみたいな次こそはみたいな。でもね、じゃあ松林さん そのコメントとか見てると、うん、あのすごいあの食らいついてる感出てますよ。食らいついてますもうなんかもう次はみたいな。そう、次頑張りますみたいな、うん、よし、おーすみたいな。お船、
私たちパーソナリティやフリーランスとして働く女性に聞いてみたいこと、お仕事について、子育てについて、プライベートについて、お船について、どんなことでもぜひお便りご感想をお寄せいただけたら嬉しいです。お便りの宛先はお船アットマーク r-okinawa.co.jp、 もしくはツイッターハッシュタグお船のレディーよ、お船は小文字で O-F-N-E でつぶやいてください。どしどしお待ちしております。またお船は各種 SNS やブログで情報発信しています。ブログはお船のホームページ URL お船 .net から、 SNS のアカウントはインスタグラムもツイッターもお船アンダーバー沖縄です。ぜひフォローをよろしくお願いいたします。ここまでのお相手はお船少将としんこでした。それでは皆さん、また来週。また来週。